皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございますってことで、アルマジロです。はじめましての方ははじめまして、はじめましてじゃない方もはじめましてっていうことで、今回このヤンデレラ続編やっていきたいと思います。続きから。前回はですね、ここのパソコンからほのかとひなたからメールが来てて、波打ち際で待ってると、秘密基地で待ってるって言われて、どっちに行こうか、そんなチェリーボーイですが、これからやっていきたいと思います。久しぶりの幼なじみに会って、二人から違う場所に呼ばれてドキドキしてますが、どっちに行こうかなー。でも私ほのかちゃん推しだからな。ってことは波打ち際か、波打ち場、わかんなくなってきちゃった。東だね。私はほのかちゃん推しだしな。ほのかちゃん推しだから行こう。こっちかな。波、波波波波、こっちか、こっちだ。ほのかちゃんに会いに行ってこよう。やっぱほのかちゃんかわいい。おー、ロマンチックだ。めちゃくちゃロマンチックだ。告白するんか、ロマンチスト。今までお前のことを男として見た、男としか、もう噛んだからやめよう。やたろう、来てくれたんだ。あんたがあの花を置いてたなんてね。なんか、あ、なんか、うわー、素敵だー。意外だったわ。いいとこあるじゃん。あー、かわいい、かわいい。褒められる、褒めれるに褒めれない感じがめちゃめちゃかわいい。好きだ。私さ、あんたのことを少し誤解してたかも。悪かったわね。照れますわ。今絶対苦笑いと思うよ。めちゃくちゃ苦笑い。あ、そんなこといいからって。で、違うわよ。別に好きになったとかじゃないんだから。ありがとう。私の大好物です。もうツンデレは素敵だと思う。ありがとう、ツンデレで。ジェボレンじゃないわよ。ただ見直したってだけ。かわいい。勘違いしないでよ。かわいい。ツンデレ、ツンデレなんだ。ツンデレっていいな、かわいい。あんたさ、何考えてたわけ？ひなたが引っ越してから全然口きかなくなっちゃったじゃん。一緒に遊ぼうともしなくなったし、髪もそんなに染めちゃったし。まあね。だってもう今ここから見たら金玉みたいなもんだもんね。金玉だもん。お母さんにも先生にも反抗ばっかしてたじゃん。まあでも、まあでも黒歴史だよね、言うて。寂しかったんだろうな、寂しかった。うん、まあでも思い出を大事にするってのは昔から変わらないのね。それがあんたのいいところでもある。かわいい、なんかかわいいしか言えないな。ほのかちゃんめっちゃ好きかもしれない。この子現実にいたら全然付き合う。でも、ひなたはずっとこの町にいられるわけじゃない。ただ遊びに来ただけよ。マウント取ってくるね、だんだん。ひなたが帰ったらまたあんたは引きこもるの？ねえ、これを機会に変わってみたら？別に強要はしないけどね。いや、もういい子だ！いい子だよ！全然付き合っていただきたい！全然付き合いたい、この子と。いい子だ。あんたにはちゃんと前を見てほしいからさ。あら、いい子じゃない？もう夜も遅いわね。帰って寝よっか。一緒に？あ、そっか、別々か。それじゃあ、やたろう。また明日。いいなぁ、なんか。素敵じゃない？めちゃくちゃ素敵じゃない？これ。あ、全然付き合いたいな、この子と。そうだもんね。東京行っちゃうんだったら、この子と付き合った方がいいもんね。夜だ。今日はとても楽しかった。明日はどんな一日になるんだろう。ね。ハム太郎。そんなこと考えながら、僕は静かに目を閉じた。いやー、いいね。ほのかちゃんやっぱ可愛いと思う。ツンデレ要素もあり。姉御肌のところもあり、
最高なんじゃないか、ほのかちゃん。いいな、じゃあほのかちゃん好きかも。2日目。今日は何があるのかな。なんだ、朝だ。メールが来ている。ほのかからだ。公園で待ってる。ひなたと3人でお出かけよ。30分前に来ていたようだ。急いで公園に向かった方がいいかもしれない。いいのかな、ワックスとか髪の毛とかそんな感じのひげ剃りとかそこら辺しなくて。年頃だから多分すると思うんだけど、ひげ剃りとかしようや。うさ、とりあえずセーブするか。じゃあ早めに行かないといけない。洗面器とか、なんか洗面器ないねこの家。やばいわ。公園の噴水のとこで洗おう。あ、いる。洗えねえ。どうしよう。何食わぬ顔で行こう。こんにちは、遅れました。時間に遅れる男なんて最低って言われたらどうしよう。気になっちゃう。あ、やたろうくん、おはよう。ああ、やっと来た。遅かったからバックれてんのかと思ったわ。こんな家の距離でバックれたらさすがに怒りに行くよね。ガンガンガン、起きろってしに行くよね。寝坊しました。二度寝、いや三度寝。まあ、寝坊したんだろうな。あ、そう。そうだ。そんな興味ない。分かって、寝坊した私が悪いから、そんな冷たくしないで。いきなりあんな缶。弾缶。弾痕わかんなくなっちゃった。暑いから冷たいなるともう、いきなり心ドキドキしちゃうから。ごめん。朝くらいちゃんと起きなさいよね。もうお昼だぞ。ヘタロウくん、寝坊すけー。ふわふわしてんな。二人とも可愛いもんね。二人とも二股しようかな。あ、そうだ、今ひなたと話してんだけどさ、どこ行こうかなーって。どこ行くの。駅だよ。めっちゃ駅好きじゃないこの子たち。駅好きすぎ。そう、駅なのかいっぱい見るとこあるじゃん。最近できたばっかりだから、ひなたもほとんど見たことないもんね。うん、楽しみ。それじゃあ行こっか。お腹も空いたし、みんなでご飯食べよう。でもなんか、こんな地元だったらね、駅で遊ばんでも、家の中とか公園とかで遊べばいいのに。まあでも年頃か。高校生くらいなのかな。お、私の中にみんながいるのかな。パーティー。おー、めっちゃいるみんな。やたろう。イケメン。あ、やたろう、イケメン。私イケメンなんだ。イケメンほのか、活気系女子、癒し系女子。まあ、癒し系女子だもんな。まあね、見てなかったけど特技やばくない。特技、執念、引きこもり、漏らす。この年でこの年で。ほのかちゃん特技なんだろう。激横、怪力、料理上手。あ、いいね。こうなんかここら辺やっぱ力感あるけど、お料理上手なの可愛いな。ひなちゃんなんだろう。乙女心、やたろうラブ。あらー、おとり系の。なるほど、毒舌。いやでもほのかちゃんが一番可愛いな。装備、あ、よし、このまま駅に行こうや。この子の装備は、あ、あ、外せないんだ。あ、外せないんだ。ひなたちゃんなら外してくれんじゃない。あ、外せねえんだ。行こう。駅だからこっちか。ここだよね、駅。今あれだよ、私、私全部脱いでるよ。全部脱いで今駅にいるから。パンツも脱いでる。さあ着いたわよ。ひなたはもうお腹ペコペコだよ。僕は下ブルンブルンだけどな。ヤタロウが起きるの遅かったからね。ヤタロウ、ハンバーガーおごりなさいよ。ハンバーガーくらいならね、全然泣くよ。ちょっとはひなたにいいとこ見せなさいよ。へえ、いいの？やたろくん、ありがとう。遠慮も何もねえな。
おごられ女子だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ごめん、笑うとこじゃないんだけどさ、サイゼリアじゃないここ。サイゼリアじゃないっつ、え、サイゼリアじゃない？フレンドこ。美味しかった。ごちそうさまや、太郎くん。うまかったわ。ごちそうさま。サイゼリアならな。全然ごちそうってくらいのごちそうじゃないけど、まあ、ちょっと痛手も負わないくらいのおごれみたいな感じ。今度はひなたがごちそうしてあげるからね。ひなた、あんたいいやつね。あはは、まあ私は弥太郎にはおごらないって決めてるから、そこんとこよろしく。まあでもほのかちゃんにはね、自分のお料理作ってもらうから料理上手みたいだし。もうほのかちゃん、弥太郎くんに厳しいよ。そんな、やっぱ結婚相手だからかな、時期。ここどこだ、本屋さん。この漫画とっても泣けるんだよ。へえ、ひなたそういうのも読んでるんだ。でも感動系は私向きじゃないかもね。めったに泣くことなんてないし。噛んじゃった。あ、そっか、残念。とってもいい話なんだけどな。いいね、なんかこんな幸せそうで。私も漫画で泣く、あ、めっちゃ泣いたわ。最近携帯でも漫画見えるから、それ電車の中で読んでてボロ泣きした。ボロ泣きしてた。そなんか周りの人から、え、なんで泣いてるんだろうみたいな目線が痛かった。弥太郎にでも勧めてみたら、あいつ意外と涙もろかったり。そうだね、弥太郎くんは優男だから。そんな言い方ある？優しいからって言ってほしいな。弥太郎くん、この漫画どう？ひなたのおすすめ。主人公は二人の女の子と恋するお話なの。まるで今の状況みたいだね。今の状況みたいじゃない？どっちも好きだからな、今。ん？なんか、なんだろう？この匂い。え、ごめん、私かな？特技出したかもしれん、今。まさかあんた。幸せな場面でうんこ漏らすかな。うんこ漏らしちゃダメですよ。なんでうんこがあるの。うんこです。もうバカ、我慢してないで早くトイレ行ってきなさいよ。よくこんなバカで済むね。普通に引いちゃうと思うけど。え、そんな、え、あって、ひなたちゃん絶対引いてるもんね。ほのかちゃんは寛大な心持ってるけど、ひなたちゃん、え、え、って顔してるもん今。キャー。喜んでる。人のうんこを見て喜ぶ芸術なんだ。僕は急いでトイレに向かった。肛門ゆるすぎん？そしたら弥太郎くん。こんなトイレの描写いらんで、マジで。なんとか間に合ってないんだって。匂いが出てるの、間に合ってないの。モラル、社会性とモラルが足りてない。弥太郎くん、二人を待たせているかもしれない。早めに戻ろう。次にトイレってパンツとか買ってき、マジで。臭いまま一緒にいたいとは思わないと思うよ、女の子も。でも買ってきたよってしてくれるのかな。はい、これパンツ。引いてるだろうな。多分笑いもんだよ。今までグレタとか、お母さんに反抗したグレタ、誰も口を聞かなくなった、金髪にした、学校行かなくなったとか、それよりも何よりも黒歴史だと思うよ。ん、どうしたの、ひなた。え、うん、面白いなって。笑われてるよ、バカにされてんだよ。やたら男としてのプライドはねえのか。言ってやれ、男なんだから漏らしても全然関係ねえんだぞって。ほのかちゃんとやたろうくん、なんだか二人は家族、いや夫婦みたいだね。え、なんで BGM 止まったの。
なんで？な、誰があんなやつと。まあ、そりゃうんこ漏らしたやつとはな、嫌だよね。勘違いはよしてよね。なんで BGM 止まったの？なに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 なんで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 こんな音楽になるの？え？うんこ漏らしたから、うんこ一つでこんなに BGM 変わっちゃうの？壮大なうんこだったんだろうな。ねえ、ほのかちゃんは弥太郎くんのこと好きなの？なんで急にそんなこと？ちょっと気になっちゃって。どうなの？別に好きとかじゃない。大して仲良くもないしさ。そうなんだ。うんこ一つでこんなに変わっちゃうんだ。ごめん。私昔からずっと弥太郎くんのことは大好きだったの。告白してもいいかな？告白？やばい。この女、企んでる目をしてる。ダメかな？ひなたちゃん、悪い顔してんな。いや、その。言ってやれ、言ってやれ、言ったれ、言ったれ。私も好きなんだって、言ったれ。ダメとかじゃなくて、笑顔で問い詰めてる。やばいよ、詰められてるよ。いけいけ、ほのか、頑張れ頑張れ、負けんな負けんな。いいと思う、すごく。いや、負けたな。本当に？よかった。私、ほのかちゃんが弥太郎くんのこと好きなのかと思ってたから、ちょっと心配だったんだ。そっか、それよかった。だって、ほのかちゃんが好きだったら私たちライバルになっちゃうもんね。うわぁ、ひなた詰めてんな今。ほのかちゃん、ほのかちゃん言ったりは、私はほのかちゃんが好きだぞ。弥太郎はほのかのことが好きだぞ。やったれやったれ、言ったれ言ったれ。ほのかちゃんとはいつまでもお友達でいたかったから。応援してくれる？怖い。もちろん応援するよ。だって友達じゃん。ほのか。そりゃな。ほのか頑張ってよ。私はほのかのことが好きなんだって。うん、ありがとう。約束だよ。うわ、もうこの恋愛においてさ、同じ人を好きになっちゃった時に、もう誰か一人がマウント取って、もう一人が諦めるパターンね。女の中でも戦いがあるからね、そこのとこで。うわ、怖えな、女って。女に生まれちゃった。あ、ほら、弥太郎くん戻ってきたみたいだよ。行こう。怖い。もうこっからさ、一緒に遊ぶ時もうギスギスしちゃうよね。だってもうハンバーガーとかもう一回送るときにさ、あれ、私のピクルスだけ1枚少ないって言われたら、もうほのかちゃん責められちゃうんだよ。ハンバーガー屋に怒りな、そういうとき。ほのかちゃん、そんな顔せんで。私はほのかちゃんのこと一筋なんだからね。ほのかちゃん。もうこんな時間だね。帰らなくちゃ。楽しかったから帰りたくないな。ひなた、わがまま言わないの。ひなたみたいな可愛い子が夜遅くに出歩いたら危ないでしょ。いや、ほのかちゃんも十分可愛いんだからな。マジで十分可愛いんだよ。送っていくから帰りなさいよ。また明日もみんなで一緒に遊ぼうよ。いいわよ。でもこんなギスギスしたままでね、やたらももちろん OK でしょ。まあ、ニートだから大丈夫だけどさ。高いわよ。おかまなんかな。高いわよ。もうほのかちゃん、ほのか
じゃあ、あーしか。ごめんなさい。ごめんなさい。ずっとこの時間が続いたらいいんだけどね。ひなたちゃん。そうだね。ずっと三人でいられたらいいのよね。うわ、なんかギスギスしてる、今。今めちゃめちゃギスギスしてるよ、この間。また明日ね。うん、また明日。うわぁ。ギスギスしちゃったな、帰りも。え、なに？どうしたの？あ、なんか母性本能出ちゃった、今。ヤタロウ、ちょっといい？あんた、ひなたのこと、どう思ってるの？うわぁ、いや別に、私、ほのかちゃんの方が好きなんだけどな。でも分かってるけど、分かってない雰囲気でしょ？突然どうした？あ、いや、そのさ、あんた好きなのかなって思って、ひなたのこと。な、別に変な意味じゃ。ほのかちゃん、私もほのかちゃんの方が好きだよ。ただ少し気になっただけよ。ほのかちゃん、私もほのかちゃんの方が好きだよ。家も近いしな。好きだよ、ほのかちゃんの方が。じゃ あ私も帰るから。全然送ってくよ。なんならうちに泊まる。いいよ。また明日。僕ん家泊まりや。そんな悲しい顔をした女の子を見捨てられんの？ヤタロウ、それでも男か？見捨てたんだな。お前はもう男じゃねえ。クリックしよう。なんか出てる。ほのかとひなたからメールが来てる。ああ、また待ってるって。来ないとぶっ飛ばす。秘密基地に来て待ってるからね。ぶっ飛ばされるのは嫌だな。ぶっ飛ばされるのは嫌だから、ぶっ飛ばされない方に行こう。セーブしよう。嘘。嘘は全国共通のセーブポイント。セーブするうさ。かわいい。いやー、波乱万丈。波乱万丈だから波打ち際行ってこよう。でもそろそろほのかちゃんに告白されるのかな。ドキドキだー。こんなんチェリーボーイ全然寝れなくなっちゃうよ。めちゃくちゃドキドキしてる。恋かな、うさちゃん。そうだよ。ということで、今回はとりあえずここで一旦終わりにしときたいと思います。次回、ほのかちゃんから告白されるの巻。以上、バイバイ。